平和ボラ航空はかつて、コンゴ民主共和国の近社さに、本拠地を置いていた、航空会社である。1994年、コンゴ航空、ザイル航空、ザイルエクスプレスの3社が合併して設立された。2007年11月1日、平和ボラ航空とブリュッセル航空の子会社である、パンアフリカ航空は、BA-146 から200型機とボーイング737型機を、 用いて、主にルブンバ市、ムブジ、メイ、ブラザビル、ドゥアラ向けに運行するため、新たにエドックと呼ばれる計画を発表した。しかし、この計画は、ブリュッセル航空とヒューラボラとの間で、意見の相違があったため中止された。2011年8月11日、952便が事故を起こす。2011年8月16日、航空運送事業許可が停止され、 運航も停止した。今後アフリカ2008年3月現在安全性に問題があるため危ない航空会社としてヘワボラ航空を含む今後民主共和国すべての航空会社が EU 領域での乗り入れを全面的に禁じられている。墜落現場詳しくは EN ヘワボラエアウェイズフライト950にも参照今後旅客機が着陸に失敗二十七人 死亡、51人、生存2011年7月9日閲覧。ありがとうございます。